トリックアート美術館で遊びます。はい、レッツゴー。ママが書いてあるよ。え、もうトリックアート始まってるの？うん、なんか水が出てる。ほんとだ、なんか水、穴、ほんとだね、穴がある。なんかお金がいっぱいある。セクメト女神。どんな願いも叶えてくれるって。すごい立体的。うん、ツタンカーメン。おお、ゆみちゃん知ってたんだ。はい、目隠しです。お待ちください。そうやってやるのかな。どのもついてる？ついてる。あ、ついてない、ついてない。絵だよ。じゃあちょっと触ってみて。絵だよ。ドバブ、ドバブ。エジプトだよ。お待たせいたしました。ご案内いたします。うわー、すごい。広い。すごい広い。エジプト迷路。頑張って。難しいかな。お金落ちてるかと思った。なんかお金違う。なんか宝が出てくるかもよ。覗き穴、不思議だよ。あんなところに案内のお姉さん。見せた方がいいね。僕も見たいって。何が見える？バズる、バズる。バクって言ってるの。なんか、すっごい遠くに案内のお姉さんがいる。あ、案内のお姉さんいるね。本当だ、オープン。ワニがいるじゃん、バクって。なんか岩が飛び出してるみたい。オーク頑張っていこう。おー、ひめちゃんなんかピラミッドの中から出てきたみたい。こんなところに入ってたのね。どうしたの？古代エジプト迷路入り口。本当だ。ネフェルタリ王妃の間。パパ、ここさ、王妃のお墓の中なんだって。へぇー。わー、ワニがいる。あ、いた。頭ぶつかったまま。投げてない。投げてないね。危険、ワニの巣窟。足上げてて、危ないよ。ひめちゃん、足下ろしたら
ゃあ次しよう。待ってる双子。二人いるわ、すごいマジックみたい。やっぱりそうなんだ。パパすごい太いよ。痩せちゃうよ。あ、すごい逆三角形。痩せちゃうよ。なんかマッチョみたい。すごい痩せちゃうよ。太っちゃうよ。胸ポケットがさ、目みたいじゃない？本当だ。痩せちゃうよ。あー、クヒメちゃん危ないよ。落ちたら食べられるよ。あったあったあった。え、奥、奥、やっつけた。白い部分光ってるよ、姫ちゃん。うわ、すごい綺麗。何？どういう仕掛け？どんな？夕焼け、うん、あ、ピラミッド。あ、ラクダがいるよ。あ、見て、なんだっけこれ。スフィンクス、うん、アラジンの世界みたい。すごい。動く階段、メレルカゾー。階段が動くよ。どこにいても登れちゃう。エジプトの人は願ってたんだよ、こうやって。さあ、迷路はまだまだ続きますよ。どっち行く？どっち行く？それでは皆さん、ごきげんよう。この動画も見てね。見てね。チャンネル登録もよろしくね。